今週も始まりましたパチタウン TV。 皆さんこんばん は、 こんばんは。さあ前回さやちゃんが体操着で川柳いたじゃないですか、うん、それがすごい好評で、うん、知りましたよ、うん、すごい必死にね、ああそうすごい好評だったみたいよ。でも、ね、そうなんですよ。なんか女の子ってやっぱ特徴ありますもんね。女の子はなんかねこうぐにゃ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 、もう一人女の子いるじゃないですか。さやちゃんね、そうですよね。もう一人いた、さやちゃんは先週やったもんね。もう一人走りを確認してない女子がいますよね。はい、じゃあ今回俺が走ろう。あそっち。めいちゃん、めいちゃん、めいちゃん。今日今週めいちゃん走らせる。これ全然聞いてないでしょ。エンディングめいちゃん走らせます。やだ。めいちゃん走らせます。いやいやもう本当ちょっと無理です、はい、無理です。企画行きましょう。企画見てください。どうぞ。嘘。はい。今週も先週に引き続きこちらピックアップル.大村店さんに来ております。本日私今ピンで立っておりますけれどもね、今日の企画はと言いますと打倒ミドルタイプリベンジ編でございます。まあ不甲斐ない不甲斐ないと言われておりますんでね、まあ苦手でもないんですけど、なんで当たらないか、まあ、前回ゆみちゃんは当てきれませんでしたね。で私が当てたけれどもマイナス収支で終わったと、まあこういった結果になってますんで、私のオカルト打法で、まあ打法と言いますかちょっとオカルトでですね、今日は何とかして大当たりを引いちゃうじゃないかと、まあこういう風になっておるわけですよ。呼びますか、私のオカルト。今日は試してみるよ、いらっしゃい。おほほのほー。かわいい。どうですか、ちょっとかわいいじゃない。うん、今日ほらまつげもなんかそうパチパチにしてるの。気合入ってるわね。いい、今日はあなたまたあのミドルタイプで。そうですね。いつも当てれないっていうね。大当たりを、うん、引いちゃうんでございます。今回は、まあ、うずらさんの格好をしてるし、うん、まあ、うずらさんの言うことに今日は従ってそうね頑張っていこうかな、うん、身も心もうずら姫になりきりミドルタイプに立ち向かいましょう。2連敗は許されませんからね。頑張るよ。わかりましたわ。私も喋り方もこれでいくわ今日。なんでオカマっぽくなんねん。ダメやわ。いいかしら。いくよ。もう、はい、せーの、おほほのほー。打倒ミドルタイプのリベンジに挑むのはビッグアップルドット大村店。最新台もさることながら定番の人気機種もしっかり取り揃えたホール。充実のラインナップの低菓子コーナーに後ろ髪を引かれつつも、2人で協力してミドルタイプで白星を飾りましょう。はい、ゆみちゃん、はい、今日はスーパー海物語 in Japan、はい、こちら 319.6 分の1のスペックでございます。まあ、これで、まあ、当たらなきゃもうあなたは本当にダメな子よ、ダメな子。頑張るわよ。小うずら1号だからね。はい、あのうずらさん早速何おしぼり持ってきましたよ。あ、台を拭くのかしら。はい、あら、前回ね、教えてもらったオカルト、うんうんうん、脇汗拭いたりするんでしょ。あるあるある。私持ってきたんで使いましょうよ。ダブルだダブル。ね、このうずらの格好と、はい、おしぼりで、うん、なんとか当てるわよ。頑張ります。あ、にゃーん。にょーん。まずはここを拭いて、脇汗、脇汗、脇汗拭いて、はい、脇汗拭いて、はい、はい、このね、裏も汗かくのよ。裏がね、はい、なんとも言えないわ。はい、今回の実践は2人の考えるオカルトが発動します。あくまで個人の楽しみ方なので温かく見守ってください。ゆみちゃん自身のオカルトはなんかないの？私あんまりないですね。なんかもう自分が思った台に座ってひたすらその台だけ打つ、なんかあんまり移動しないです。特別意識していることはないみたいです。普通すぎて驚いたわ。格好は普通じゃないのに。いつも普通じゃない格好の人が何を言ってるんだか。お、発展したね。あわやあわよくばって感じかしらね。寒い。もうこんなね、すぐ当たっちゃうんじゃないの、これ。うにゃーうにゃー。そんなにうまくはいきません。今日はここまでしてるから、うずら、うずら、噛んじゃった。うずらさんよりは、早く当てたい。私は先行き不安です。あ、緑放流なった。当てなはれや。当てるわよ。
ホウズラの実力はいかがなものでしょう。どうかな。あわここでウズラ姫からコウズラにリクエストが。やっぱ大阪のおばちゃんやったら当たれってこうやってやってほしいな。当たれ違うよ。違う。ビンチの時よ。今やってたらもう。ちょっと今痛い子になったから。痛いわ。こういう時よ、こういう時。こういう時ね。当たれ。そう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 。当たれ。いや。これでいいかしら。それぐらい。あのすごい暑いわね。汗かくな、この。毎日これつけてるんですか。そうね。暑い。暑いよね。確かに暑そう。暑いもん。すごいですね。このズラの中にクーラー欲しい。クーラー欲しいですね。うん、6畳用の。暑いもん。この頭の中がもう蒸れん蒸れよ。酢豚が作れそうよ。されてね。玉ねぎと豚肉入れたらもう酢豚が出来上がるわよ。ムシムシする。なんか周りからは私の音が聞こえるわね。いい音ね。いい音だわ。私たちも鳴らせないかしら。なんか持ってくる。なんか持ってきます。太鼓かなんか。どん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 。まあオカルトじゃないけど、はい、波が良くないなと思ったら小休憩。私もじゃあ休憩します。一緒に休憩すんの。うん、ちょっとなかなか来ないから。で、もう機械は今油断してるわけよ。はいはいはい。あ、こいつ当たらないから今どっか行ったんだみたいな、うんうん、じゃあ今のうちに当てちゃおうかなみたいな気になってるわけで、ギュッと掴むのよ。はい。ギュッとね。この油断してるところを、あの手この手で大当たりをつかみましょう。チコンと入れてやるわけさ。あ、いい音が。あ、また聞こえてきたわ。大当たりの音が。ちょっとじゃあ私モードを変えてみようかしら。さっきお祭りモードのまんまだったわ。モードね。だからジャパンモードでしてみます。海物語ってさ、はい、結構ロングヒットしてるじゃない。はいはい。根強いファンも多いでしょ、うん、でも徐々に新しくなってきてるクジラッキーが出たり。はいはいはい。で私山陽さんに提案があるのよね。鳥物語を出してほしいのよ。鳥物語？うずらだから。そうで、私をこれ出してほしい。うずらっきーを。ちょっと見てみたいかもね。スズメとかツバメとか、うんうんうん、いっぱいいるじゃん。はいはい。フクロウとか、うん、うずらは激アツ。数字は7がいいわ。そんな出るかな。うずらは外れるんじゃないかしら。ゆみちゃんはどんなパチンコ台ができたらいいの。エンジェルス。エンジェルスいいわね。セラフィムだから私映るでしょ。あなた数字で言うと何じゃ。3番か7番がいいわ。いやずうずうしい。ちょっとずうずうしくない。聞いた。3番か7番がいいの。がいいわ。じゃあウズラさんね、多分エンジェルスのだと出れないと思うから。何言ってんのよ。私がこの格好で出るわよ。何言ってんのよ。私セラフィムの投資配人よ。そんなの聞いたことないわ。あなたネット動画今度ゲストで呼んであげるから、いらっしゃい。あ、カマハゲね。そうそう、宣伝入ります。いつになったら私呼んでくれるのよ。そうね、あなたは一番最後かも。大鳥。あ、大鳥、ありがとうございます。もうあれよ、私が一言言えば、はい、もうあんたなんかピンよ。怖いわね。もうね、奄美大島までピンだからね。なんで奄美大島行きたいわ。むしろ話が脱線しそうなので、この辺りで止めておきましょう。長崎のイメージより100回超えたね。超えた。100回超えたあたりだとから、ちょっと焦らない。焦りますね。あれって。当たらないんだもん。あれあれって。これうずらさんが当てたら私焦ります。あー、でも今日は
なたが当ててくれないと。そうよね。そうよ、私が指令してこの台に座らせてるんだから。リベンジなんですもんね、今回の企画は。まあ、2人当たれば一番いいんだけど。2人で協力してのリベンジ企画ですからね。現状何の進歩も見られません。ストーンと当たらんかしら、これ。こうストーンとこう、はい、ストーン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 と。難しい、難しいわ。何もないわ。グラさんの真似しとこうかしら。私ね、顎に汗かくから抑えてんの。あ、そうなの。暑いなと思ってわかります。なんで可愛いアピールしてんのもういつでも女はね、色気ばっかり。グラさんは女じゃないのかしら。私はね、やっぱオカマなのよ。あ、オカマなの。もう性格はね、男そのものそうなんですか。もう貸した金のことなどどうでもいいだから5分だけでもいいから俺の話を聞いてくれそんな状態なんですか嘘。うずらさん、私結構乙女だと思ってましたよ。乙女、うん、どう、どういうところが。なんかたまに聞く恋愛のお話だったりとか、なんか女の子よりも、まあでも男性の気持ちも分かるってことですもんね。でも女性の気持ちも分かるんでしょ。なんかあったらうずらさんに相談しろみたいなのがあるじゃないですか。やっぱエンジェルスの中とかでもね。相談料下げたからお金かかってたんだ。相談料ね、知らなかった。今まで1時間1万2000円ぐらいだったけど、高い。1万下げた。もう 1時間2800円に。2800円。じゃあ今度からお願いします。はい。では私からも相談を。早く当てて。初めて見た。ほら発生した。魚群来い。あ、来た。これ来い。あー、待っちゃダメよ。そろそろいい波が来そうな予感。はい、もう魚群来ました。うわ、すごい。来たこれ、来たこれ。うずらさんの真似。ようやく初当たりゲットとなるか。当たるんじゃないの。ストップ。千載一遇のチャンスが。嘘でしょ。あれで当てなきゃなんで当たんの。まばたき多いわ。信じがたい。これは信じがたいね。信じがたい。耐えがたきに耐えね、頑張りなさい。はい。まあね、あんなのでね、ショックがあってちゃダメよ。ダメなの。ダメダメ。いろんな当たってる音が聞こえます。さっきの魚群が痛い。あそこで仕留められなかったのがどう影響するのか。今回のリベンジも惨敗に終わりそうな予感です。お、なんだ、背景変わって、コン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 って色変わったよ。縁側の背景は先読み予告の一つですが、今回は他の予告が弱すぎます。時間だけが無情に過ぎていきます。何か手を打たないと最悪の事態になってしまいそうです。魚群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 。あわわ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 。怖いよ。テンションで乗り切る作戦に出たみたいです。すごい、今のツボだった。私今頭の血管に3本切れたみたい。ボチャボチャボチャってなったよ。急に叫び出すから
頭がブチブチブチってなったよ。え、いいんじゃないの。ほらほらほら、赤になった。おー、ほら、いるか、いるか、こっち泡かよ。泡、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 当たればいいのよ。そうよ、お願い、ストーブ。外れたわ。怖い、怖い、怖い、怖い。空元気も通用しません。他に方法はないんですか。なんか嫌な予感がしてきました。そうね、確かこの番組30分番組をね。そうですよ、山のキングさんに頼んでオープニング20分くらいやってもらおう。それいいかもしれないね。キングに頼もう。山野さんならできる20分。ダメです、自分たちで考えて何とかしてください。ゆみちゃん、はい、台変わってみようか。変わってみます。ねえ、どうしましょうか。もしかしてほら、女嫌い、オカマ嫌いかもしれないから。それはありえるね。ね、変わってみましょう。気分転換に台を交換、流れが変わるといいのですが。オカマ好きの台かもしれませんからね、角台は。じゃあこっちも女好きの台かもしれないんで、これで当たったら本当にすごいですよね。大当たりが引けるようにクジラッキーにお願いしてください。おー、来たー。すごい。今何したの、今何したの。やってたの。本当、お願いでやってたら。台を交換してからわずか数回転、なんとか初当たりが引けました。やっぱあれね、この台女好きだったのね。そうみたいね、すぐ当たった。女好きだったんだ。もう私は当たんなくていいから頑張って。頑張るわ。でもうずらさんも当ててくれないと。今度はまたうずらさんも。男好きかもしれないじゃん。まあそれもあるわね。なかなかいないのよ、オカマ好きは。気合は十分、うずら姫も後に続きましょう。まさかよね。色変わんないし、泡だし、泡だし、あわわ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 わ。コメントにも気持ちがこもっていません。マネウチ引いちゃった。1球のダブル、これは仕留めたい。当たれ、あれ外れた。なんとか確変継続、ここから連チャン街道まっしぐらと行きましょう。お、来た来た。わー、すごい。来たこれ。綺麗。来たこれ、綺麗。ことぶき。勢いづいてきましたね。お次も確変継続のチャンス。はい。引っ張られた。すごい。よかった。また確変ね。一緒にできましたね。また確変。やった。気持ちいい。
順調かと思いきやピンチも訪れてしまうわけで。当たっちゃいそう。あだだ。まあまあまあいいですよ。なかなかの出玉になったけど、まだまだ物足りないですよ。おお、昇格持ってる。もう一回。さすがでございます。続きますね。チャンスアップもなかったし、今回もピンチかも。あわー、それ、あ、ロコだった。わー、一万発オーバー。今回は昇格もなし、時短に突入です。もう終わりかな。終わり。引き戻しとはいかず、それでも満足のいく結果になったみたいです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。見事達成でございますね。見事。いや本当に良かったです。本当に良かった。もう最初どうなることかと思って、うん、もう冷や汗やらなんかもんじるやら変な汁いっぱい出たもん。何ですかもんじるって。もんもんした時に出る汁。あ、そうなの、うん、いや本当に、ね、多分時間があればね当てれるんですよ、うん、私。ああ、あなたね、はい、でも今日のオカルトは、うん、台を肯定したのが良かったんじゃないかしらね。確かに、うん、あの台はきっとうずらさんが最初言ってたのは、うん、女好きだったんですよね。まあそういうことだね、うん、なかなかおかま好きの台に行き当たらないわね。いないですね。難しい。難しい。出会ったことあります？今まで。私だって勝ったことあるから、うん、あ、まあそっか。この間刑事で27連チャン。え、この間って言っても4年ぐらい前の話だけどね。だいぶ前じゃないですか。おーだほー。もうテンション、なんか最後になったテンション上がってくるよ。いや本当に楽しかったです、うん、あなたね、た見事達成した、うん、あの特格入れて特格入れて6連チャン、あ、特格入れて7連チャン、うん、うん、本当気持ちよさそうだった、うん。これちょっとお借りしててもいいですかね。そうね、あの困った時にね、うん、装着使ってもいいかな、うん、装着すれば、はい、うん、この持ち歩きますね、サングラスとこの帽子、うん、だからあのゆみちゃん見かけたらね、うん、あのうずらのずらかぶれと言ってくださればね。もうゆみちゃんどこでもうずらのずらかぶりますから。かぶるかもしれないです。で、あのホール一周するのよ、ちゃんとこうやってこうやってピヨ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 ってプリッどんなんやね。卵産みますよ。まあ今回リベンジ大成功ということで、はい、本当に良かったですね。良かったですね。首がつながりましたね。はい、ということで今日遊ばせてもらったのはビッグアップル大村店からでした。さあ準備が整いました。オープニングで言いました通り、はい、今週はめいちゃんが走りながら川柳を読みます。嫌です。似合う。完璧完璧。たまんない。いやもう本当に嫌だ。もう本当にやめて。今度からこれで出たらいいんだ。いや、おかしいよ。いいと思う。ずっとこれでした。嫌だよ。こんなになってるもんね。ちょっと待って、ずるくない？さやちゃんの時さ、ジャージだったのにさ、長袖のジャージだったのに、うん、なんで私ちょっとさ、こうね、露出がちょっと自分で希望したって聞いてますよ。これがいいっつって自分で選べるんですか。まあ、とにかくとにかく走っていただいて川柳を読んでいただきます。はい、ちゃんとしてくださいね。はい、はい、本当皆さんお見苦しい点もあったと思いますけども、この後もうちょっと続きますんでよろしくお願いします。はい、はい、ということで今週はこの辺で、また次回お会いしましょう。おやすみなさい。逆押しで二画目こそが明日の糧。来週も見てね。どうや。